今日はこれから撮影です。めっちゃ朝の早い時間なんですけど、もう夏なので明るいですね。何気にこれを公開するのは多分秋とかになりそうなんですけど、撮ってる今日は7月中旬です。なので、だいぶ先にもなっちゃいますけど、やっぱ頑張ってきます。今日も集合の駅だけを聞いていて、どこに行くのか、どんな場所を撮影するのか、作業するのか、全くわかりません。頑張ってきます。笑いすぎです。だって、違う言ってるのに、どうしたら、ありました。ちょっともっと会えなかったんですけど。会いました。すいません、お過ごししました。ありがとうございます。今日は、行くんですか？わかりません。迎えに来るらしいです。じゃあ今日片付けてほしい場所があれば見せていただけると嬉しいです。はい、はい、本日お越しいただきましてありがとうございます。ありがとうございます、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、そうですね、まあ、主には日刊書が、片付けてほしいんですけど、はいはいはい、優先順位としてはこの部屋が一番、はい、素敵なお部屋で、はい、もう元々その、はい、ペットを、はい、入って大丈夫ですか？あ、はい、はい、そうです、大丈夫です、はい、ペットを置くべきだったんですけど、はい、なかなかそのこのレイアウトがあんまり良くないということで、今は、はい、多分せいぜいセミダブルが入れるぐらいなので、はい、ちょっと今どうしようかということで、今はとりあえずこんな感じで、布団を、ね、はい、敷いて、あ、はい、やって、あ、まあ、寝たりしていて、はい、主にはこの部屋は、まあ、寝室としてやってるんですけど、はい、その、あの、まあ、あの、方は、はい、妻が、まあ、在宅の時に、はい、一応、まあ、その、作業スペースとして使ってます。はい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 、で、基本的に机と、はい、まあ、お仕様の本棚とかあったりして、はい。で、この時に一番困ってるのは、この今、布団とかをどこに置くかということと、あ、まあ、断捨離がまだできてないということもありま、あると思いますけど、はい。布団は本当はどこかにしまい、今は一応この、まあ、はい、あの辺に、置くという感じでやってるんですけど、はいはい、どこがいいんですかね。そこ、まあ、じゃん、毎日敷いて寝るんですもんね。あ、そうですね、そんな感じです。本当はしまい込まない方が楽ですよね。あ、そうですね、はい、ちゃん、わかりました、わかりました。あそこを、はい、もうちょっと使いやすくなったらいいな。あ、そうですね、今は結構あっちは荷物が入っていて、まあ主には妻の洋服かなと思います。わかりました。じゃあそこをちょっとやらせていただくのと、はい、多分配置的にはそこ正解だと思うんですね。あ、そうです。窓の前だと多分使いづらかったり、はい、あの光がすごい入ってしまったりすると思うので、はい、ちょっとあの、じゃああそこをまず片付けつつ、はい、そちらももしあの本棚的なもの、あ、本棚ですね。はい。ちょっと整理できたら整理させていただいて、はい、はい、ちょっと整えさせていただきたいと思います。お願いいたします。はい、あと第二希望の場所はありますか？第二希望は、はい、このリビングなんですけど、はい、リビングリビングのレイアウト、多分今は机とかが結構大きいせいかもしれないんですけど、なんかどうするかということは正直に今整理できてないですね。あ、でも配置的にはそんなに問題はない気がする。それと、はい、結構子供たちが自分の、まあ、物をこっちに置いたりしているので、ちょっと、はい、清潔感があまり良くないような気がするんですね。ちょっとじゃあ整えられたらこちらもちょっと足が終わりしたい。そうですね、はい、すいません。わかりました、お願いいたします。お願いします。お願いいたします。